今回の作品のあらすじを教えてください。はいはい、主人公の男が山道で土砂崩れに巻き込まれるんですけれども、でそれで目が覚めたのが この世の世界ではなかったみたいな話ですね。はい、なるほど。この作品を作ったきっかけとかはありますか？きっかけは、私は実家が和歌山なんですけど、近所に結構山とかがあって、でその山とか見てると、ここには何がいるのかなとかいろいろ考えるんですけど、今多分鹿とかイノシシとかそういうのはいるんですけど、昔はなんか日本狼とかいたらしいんですね。でもう絶滅しちゃっていないって話なんですけど、なんか案外いるんじゃないかなとかいろいろ考えて、でそうですね、そういうこといろいろ考えてたら、昔ドキュメンタリーでこう山犬信仰っていうか狼信仰みたいな信仰があるっていうことを知ってたので、それを思い出して、でそういうのをモチーフに作品作ってみようかなっていう流れで作りました。今回の作品を見るときに、ここに注目してほしいとかっていうところありますか？そうですね、主人公の男が、他の2人の登場人物によって、大変な目にあったり助けられたりするんですけれども、で見てるとその2人の登場人物はすごい対照的な感じはするんですけれども、で実際日本の神様の、同じ神様の違う側面を表したみたいな感じで作ったつもりで、で、日本の人は昔からそういう神様と隣り合わせるみたいな感じで生活してきていて、その日常の延長線上にあるみたいな、なんとなくそういうものを考えながら作ったので、ちょっとそういう感じで見てもらえると嬉しいなって思います。この絵が墨絵ですか？これは結構線が墨絵っぽく見えるように頑張って描いたんですね。あ、墨絵じゃないんですか？墨絵ではないんですよね、デジタルで全部作っていて、ね、はい、いろいろ大変だったんですけど、はい、そんな感じですね。なんか他に苦労したところとかありますか？苦労したところは、そうですね、なんか作画が結構何回も同じ作業とかして結構大変だったのと、なんで墨絵っぽく見せようとしたのか。そうですね、今まで他の手法でやることが多かったんですけれども、アナログでやってることが多くて、で今回はそうですね、新しいことやってみようっていうのと、あとは日本のお話だったので、そういう空気感みたいなものを出しやすいかなと思って墨絵にしましたね。なるほど、はい、じゃあ最後に見る方にメッセージをお願いします。はい、なんかいろいろ難しいことを言ったんですけれども、楽しんで見ていただけるのが一番なので、楽しく見ていただけると嬉しいです。ありがとうございました。